ゴルトブリッツとは、日本の競争馬である。主な勝ち倉は、アンタレスステークス、マーキュリーカップ、帝王賞。馬名はドイツ語で金の稲妻。母、レディブロンドと同じく、美穂の藤沢和夫旧者所属としてデビューした。3月14日、阪神の芝1600メートルの新馬戦で、単勝2番人気に押されるも7着だった。その後も芝のレースを使われたが5戦して、 勝ち切れなかった。秋に、北海道競馬へ、天馬や2002で、再び中央競馬への再入球となったが、今度は、立党の吉田直弘旧社所属となり、ダート路線を歩むこととなる。再デビューとなった12月の阪神ダート1800メートル線を一番人気で、勝つと、千万条件場のみで、大井の東京大賞店に出走。外を回り、 結果は7着だった。1月の京都戦を一番人気で勝利すると、小倉の準オープンの文字ステークスも2着にサ馬バ1、2の差をつけて勝利し、オープン入りした。そして、中央競馬では、初めての重賞出走となったアンタレスステークスでも、直線で抜け出して、ワンダーアキュート以下を抑え勝利。3連勝を達成し、騎手を務めた。 田辺博信ともども重症初制覇を果たした。しかし同じく京都で行われた東海ステークスでは人気に押されるも4着で多少の不利を受け5着に敗れた。マーキュリーカップでは2着に3馬審査をつけて優勝し、重症2勝目を挙げた。秋初戦の宮古ステークスではレース中に辛抱細動を発症し、最下位1着に敗れた。初戦の二ガステークスでは、 道中2番手につけると、4コーナーで早めに先頭に立ち2着以下に3馬身半差を、つけ勝利した。4月14日のアンタレスステークスでは、アイファーソングに2馬身差をつけて、勝利、同競争2年連続優勝となった。6月27日の帝王賞では、ランフォールセ・エスポアール質を見る形で3番手を追走すると、直線で、 テスタマッタとエスポアールシチーの3頭合わせの形になったが残り150メートルで先頭に立ち2着以下に3馬進反差をつけ GI 初制覇となった。しかし、秋競馬を睨んで夏場を西洋に当てていた矢先の8月24日、朝、長年点を発症したため、西洋先のノーザンファームしがらきで休止。おじに、日本の GI7 章のディープインパクトがいる。 その他近心については、ハイクレア主要なファミリーラインを参照。ありがとうございます。